こんばんは。アンチコメに激おこぷんぷん丸中の元男の子の青木かのんです。ということでですね、今回は私のチャンネルにいただいたアンチコメをフルボッコにしていくという動画です。というのも、私のこのチャンネルってですね、今皆さんが見ていただいているコメント欄は結構健全なコメントが多いと思うんですけども、実はですね、私のレベルでも1ヶ月に1500件ぐらい暴言ワードが含まれたアンチコメが来ます。で、なぜ皆さんが見えないかというと、実はその YouTube でその AI がすごくて、物議を醸し出しそうだなっていうコメントは全部非表示コメントボックスっていうのに勝手に飛ばされるんですよ。なので、良質のコメントしか表示されないみたいな。あとあれか、なんか私がその禁止ワードめちゃめちゃ入れてるっていうのもありますね。特に入れてるのが、ブス、オカマ、キモい、死ね、殺す、きちい、あとは異常者みたいな、まあこれらの似たような派生した単語があと100個ぐらいあるみたいな感じで、なかなかカオスな状況なんですけども、もうその中でもですね、今回私が厳選したこれはもうどうしても反論したいっていうコメントを選ばさせていただいたんで、それをですね今回は反撃していきます。ピンとなんで私に合わないですかね。あ、商品レビューモードになってるからか。へー、まあ、こういうことやるから多分ムカつくって思う人がいるんですよね。やめた方がいいな、こういうの。で、早速今から読んでいくんですけども、その前にちょっと私がなぜこういった動画を出すかっていう理由をちょっと話したいと思います。あくまで私は個人的に思うのが、全ていいコメントだけだと安心しちゃってもっと頑張ろうってなんかならなくなってちゃうんですよ。私の場合は怠けるっていうか、だからお前なんてブスなんだよとか、あれなんかかのんちゃんってよく見たらやっぱ男だよねみたいなこと言われるとすごい悔しくなるんですよ。で、悔しくなったらどうするかっていうと、頑張るっていうマインドに変わるわけですよ。なので、アンチコメって、まあ、確かに気分悪くはなるけども、私にとっての成長材料としてはすごく重要だと思うんで、それを皆さんと一緒に読んで、まあ、私の気持ちも視聴者さんに伝えられるし、成長にもつながれるしっていうので、なんか一石二鳥だなっていう思ったんですね。なので読みます。では1つ目、普通にブス。元男ってフィルター通してるからチヤホヤされてるだけ。その通り。いや、でもそれはね、ごもっともだと思うんですよ。だってさ、あくまで私のこのホームグラウンドだから、視聴者さんにかのんちゃんは素敵だよって称賛されてるかもしれないけども、アウェイ、要は現実世界に一歩踏み出した瞬間に、もうそれは私みたいな人種をよく思ってない人は、いや、むしろそっちの方が多いんじゃないっていう。いや、むしろ私飲み屋で働いてた時もそうだったけども、ニューハーフの飲み屋って歌ってるところに来るお客さんにでさえ罵倒されたこともありますからね。なので世間は敵だらけだと思った方がいいかもっていう風に思っちゃうけど、やっぱり皆さん優しいから、そう勘違いしちゃうんですよね、いろいろと。ほんといつも、チヤホヤしていただき、ありがとうございます。そして、2つ目。最近コラボした女性 YouTuber に対して、女特有のマウント取ってて嫌なやつ、無理っていうことなんですけども、これはね、私言いたい。一切マウント取ってないですし、内容見ました？むしろ、なんでかのんちゃんは女性の見た目になれたのに、いつまで経っても男の子っぽいノリをしちゃうのっていう、どっちかというと、もっと女子っぽい振る舞いをしなきゃダメだよねみたいな、なんかそういう内容なんですよ。さては、サムネだけ見て内容を見ずにコメントしただろ！でも、このアンチコメ、ちょっと、嫌だなってもちろん思いますけども、嬉しい部分もあって、女特有のマウントって書いてあるんですよ。ってことはですよ、このアンチに私は女として認められたっていうことなんですよ。だってそう思ってなきゃ書かないワードですからね。これは嬉しいとムカつくが混在してますな。でもありがとうございます。これ大丈夫かな。3つ目、いきます。オカマがチヤホヤされたら、そりゃ勘違いするよね。その通り。だから視聴者さんが皆さん優しすぎるんですよ。もうこれは異論はありません。皆さんに優しくしていただいてるから、私が甘えてるんですよね。もうこれはね、反論しようがない。勘違いしてます。むしろ勘違いせざるを得ないですよ。だってさ、あくまで私個人の考えですよ。元男の子って普通のその一般の方から比べたらマイナススタートなわけですよ。で、やっと普通の女として生きていけるようになって、で、そこがゼロ地点。だから皆さんより周回遅れで、よーい、どんどんスタートを切ってるわけ。だから、褒められると、そりゃ、勘違いしちゃいますよ。勘違いしちゃうよね。
これは私のいけないところなんですけどね。だからさっき言ったように褒められてばっかと私って安心しちゃうんですよ。視聴者さん甘えちゃうんですよ。なのでたまには罵倒されたいっていうド M 気質。そして5個目、私は女性ですって言わないで、あなたはどんなに頑張っても結局男に変わりはないから。ってなるんですけども、実際そうなんで、だってこれも揺るぎない事実ですよ。生物学上男には変わりないですよ、いくら見た目を変えたところで。だからもうこれは現実なんで、むしろその気持ちを忘れないようにこれからもどんどん私に言ってください。むしろ頑張れるんですよね、こういうコメントがあると。まあ、嫌ですけどね。なんかこういうコメントもらうたびに、なんかもっと女っぽく変わりたいみたいな、なんかそういう風になりますよ。コチンチンとか言うじゃないですか。そして5個目、最近企画でたくさんお金使ってるのを見ると変わっちゃったなって思う。ああ、もうこれ難しいな。これさ、 YouTube 特有の難しさですよね。テレビだとさ、なんか芸能人が何万円を使って何々をやったみたいな、なんかそういうの出ても遠い世界のように感じるからさ、見る側からしたら。だから特になんとも思わない。でも YouTube って視聴者さんとの距離感って近いじゃないですか。なので見る側からしてもすごい動画の内容が現実味あるみたいな。だからこそその中で身近な人が大金を使って非現実的なことをしていると、うん、なんだかなみたいな感じのマインドになっちゃうのかなと思うし、あとやっぱり昔から見てくださってる視聴者さんだと、過去の青木カノンのテイストとやっぱり今だともちろん変わっているので、なんか昔の方が良かったなっていう感情もあったりとか。でもね、これね、昔からちょこちょこ言ってると思うんですけど、なんか現状維持もすごい大事だと思うんですけども、維持をするっていうのは対価だとも思っちゃうんですよね。特にこういう見られる側の世界だと。うわー難しい。これはね、答えがないです、ごめんなさい。そして次6個目が、切るだけでお構い無理ですってことなんですけど、いや私だって無理だよ、言っとくけど。何上から目線みたいな。俺がお前を選んでやる側の立場だぞみたいな。スタンスからの物言いじゃないですか。いや、私だって人権ありますからね。私だって選ぶっていう選択肢持ちたいですよ。いや、たまにいるの、本当に。いや、まあ見た目は女かもしれないけども、でも、俺は付き合いねえわ、みたいな。いや、私からお断りだわ、みたいな。何なの？私って何？選ばれる側の立場なの？いや、平等ですよ、皆さん。人間は。私だって男の人を選びたい！これ系のね、コメントめちゃめちゃ多いんですよ。あ、まあ、彼女にはできないけども、まあでも、可愛いよね、みたいな。何なの？って思うんですけども、まあ。でもそういうコメントに限って私がたまに返信するじゃないですか。そうするといきなり敬語になってくるんですよ。多分、私が見てないだろう前提でコメントしてるから、私が返信するじゃないですか。そしたら、あ、ご本人様から返信来ると思いませんでした！みたいな。いつも応援してますって。うおー、なんか手のひら返しーみたいな。いきなりなんか、こうなるんですよ。似てますからね。ハートマーク押しますよ。7個目のコメント。こいつが元男ですって動画を作るから、それをバカが真似して元男人口が増えるわけでしょ。国の出生率を下げてる責任取れますって。すげえとこ来たな。いや、真似して性別を変えるってなくない？だって内面の問題でしょ？普通の男の人が私を例えば見て、あ、俺も彼女の真似しようって言って、おちんちん切ります？切らないでしょ？たまにいるんですよね、なんかあの、国の人口下げてんのお前のせいだーみたいな。お前が出生率を下げてどうするんだーっていう意味不明なコメント。むしろ私みたいな元男の子人口よりも結婚しない人口なんか多いですからね。いや別に結婚するしない置いといて、出生率のことを私に言われてもどうすればいいのこれ。いや責任って取れません、ごめんなさい。いやでもこういう人ってちょっとわかんないですけども、社会的に弱い立ち位置にいる人を叩いてなんかストレス発散してるようにも見えちゃうんですよね。だって明らかに世の中あの普通の男女で結婚しない人たちよりも人口少ないわけですよ、元男の子っていう人口が。あえてそこを叩きに来るってあんまり合理的ではないなっていうか。もし私がですよ、この方の立場だったら、なんか国会に行って直接今の国の出生率はみたいなことを言うと思うんですよ。もしこの人の立場だったらですよ。私はそんなことしないですが、
なのでもうこれはアンチコメっていうよりかは価値観が違いすぎて違う次元の人なんだなっていう認識で私は受け止めてるんで、特に傷つくみたいな、なんかそういうのじゃなくて、うわすげえ人いるなみたい な, なんかそういう見方で見てます。そしてじゃあラストのコメントいきます。チャンネル登録してることを学校の友達にバレると恥ずかしいです、ごめんなさいって。わーでもねこれね分かるんですよ。っていうのも昔学生の視聴者さんから実際私言われたの。っていうのもやっぱり学生の子たちってその思春期の時期じゃないですか。だから自分が他の方からどう思われてるのかっていうのをすごい気にするみたいで、もし自分がカノンちゃんのことをチャンネル登録やフォローしてたら、周りの友達に自分がなんかそっち系の人なんじゃないのかって思われるかもみたいな。なのでカノンちゃんのこと応援してるけども、自分は周りの友達からそっち系だと思われたくないからフォローは恥ずかしくてできませんみたいな。それねすごいわかるんですよね。もし私が普通の生き方してたら、学生時代多分そういう感じになってたかもしれない。これはもうどうしようもないです。いや本当はねフォローしてほしいんですけどね、でも仕方ないですよね、思春期だから。ということで今回ですね、私のチャンネルいただいたアンチコメントを読むという企画でした。なんかこういう企画って普段カノンちゃんどういう価値観を抱いて生きてるのかみたいなことを伝えられるいい手段だとも思ってるんで、出してよかったと個人的には思っております。ぜひ皆さんの感想とかもお聞かせください。もしこの動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。